私の場合は日本の料理は何でも味が甘いです。母国はだいたいしょっぱいとか辛いとか、辛い失敗もあるんですよね。 でも日本は多分味はちょっとなんか単純、簡単ですね。単純というか、なんか日本はだいたい日本の味は野菜とか肉の自然な味を、そうそう、自然な味、そう、自然な味がいい、ね、どういうか、うん、それが大事で、そうそうそう、調味料とか入れても野菜の味を残ってる、そう、残ってます。ベトナムは食材を結構入れますね。塩とか醤油とか、うん、あとあの辛いものとか、チリソースとかスパイスとか結構入れて味が、うん、ミックスします、ね。そうです。そばとか、例えば今は天丼とかそばとか美味しいと思いますけど、最初はこれも甘い、カレーも甘い、何でも甘いです。やっぱり日本人は辛いものの人があまり食べないのかな。最近は多分食べる人も増えてきたと思います。例えば最近は日本でもベトナム料理屋さんとかタイ料理屋さんとかもどこでもあると思います。そうです、そうです。スープカレーのカレーなんです。そうです。普通の日本のカレーはちょっと甘くてちょっと違いますね。あのペーストがいっぱいでちょっと違います。だいたい日本のスープカレーって本当になんかミャンマー人のなんか口に合います。チゲ鍋とかもそうね。あ、チゲ鍋ね。そうです。辛いものが好きな多いです。そうですね。ベトナム人辛いものが好き。日本の多分食べ物ってミャンマーとちょっと似てる食べ物何があるかな。納豆よね。そうですね。で、生卵と生卵ね。それは私に関してはなんか